マジで地元のベテランのおっちゃんが、どうのこの潮回り、この流れ方やったら 100% 釣れるって言ってたんで。ん？お、来た。お、来た。よいしょ、来た。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。ああ、これですね。こっちもいいんですけど、一本投げたらいい。こっちでもいいですか。あ、でも自分は足から投げない。ああ、なるほど。で、そう、大変なんですけど、移動が大変なんですけど。はい。はあはあはあ。そうそう。よし、おっとっと。よいしょ。プレッシャーですね、それね。3本釣る、はい、0本やったらちょっと、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、それで釣れるかな、それは。あー、なるほど。さあ、今日もやりますか。よし、はい、どうも、ヨネスケと申します。さあ、ということで、以前散々ね、あのコテンパンにやられた伝説的な釣り場にね、再びやってまいりました。で、以前はね、もう全然釣り場の特性を分かってなくて、ほんと激震したんですけど、いろいろですね、現地の人のアドバイスというか、昔から釣りしてる人のこのアドバイスをいろいろ聞いて、あのこっちの方向に投げるのがいいよとか、今日だったら腰をの上げがいいよとかね、今日は来たら絶対釣れるという助言もね、いただいたんで、今日はね、この素晴らしいこの磯で朝からですね、沖縄三大高級魚辻アラを狙っていきたいなと思います。最高のロケーションでございます。じゃあ早速やっていきましょう。よし、今日もね、いろいろ餌持ってきてるんですけど、定番のカツオの腹もで、しゃ、おっとっとっと、しゃ、マジで地元のベテランのおっちゃんが、今日のこの潮回り、この流れ方やったら 100% 釣れるって言ってたんで、なんなら1日で3匹釣れるとか言ってたんでね。よし、検証しましょう。あーっ、見ようかな。ほんとめっちゃいい流れだ。この左からね、この右へ流れる流れで釣れるらしいんですけど、まさに今その流れですね。ちなみに前回この場所に来た時はもうずっと右から左に流れてましたね、はい、そういう時はもう全く釣れないらしい。餌取られたかな。餌取られた。よし、ちょっと餌取りがね、ちょっと多いんで、この前釣ってきた伊勢墨の切り身、 OK、 これならだいぶ餌取りに強いと思うんで。潮に流されてすぐ仕掛けがたるむ。
おったか、食った食った、よっしゃ、うわっつ、よっしゃ、ほんまに食った、ぐわっつ、ほんまに食った、ん、抜けた、うわ抜けた、マジで、ん、抜けたよなこれ、マジか、あーちょっと餌がでかかったか、餌がでけえから噛んなかったか、まあ、今のはいいかな、めちゃめちゃ逆光ちょうど真正面から太陽が出て完全なら逆光ですね。釣り場は最高だけど撮影には辛い環境、よいしょ、来た、これは来た、よいしょ、うわ、これは来た、うわ、これは絶対来た、あ、ピトン打ち直してたろ、これは絶対来たぞ、これは絶対本命でしょ、よいしょ、赤いね、ふぅう、ういよっしゃ、あ、スージーさんじゃなくてスージーさんじゃないけど、よいしょ、よいしょ、おっと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 、ういえ、おお、かっこいい、おい、ということで、はい、今回の大本命の一匹バラハタやりました、かっこいいね、まあね、あのこいつはスジアラじゃないんで、まあこの辺の海域だと基本的にはまああの食えないって言われてるんでね、シガテラで。まあ食う人もいるみたいですけど、さすがにちょっとやめとこうかな。まあこのサイズ食える気はするけどね。2本のフィンのこの先端が長いのがこのバラハタの特徴やね。過去にかなり小さいのは釣ったことあるけど、まあこいつもねそんな大きくはないけど、まあでもこのサイズもね初めて釣ったんで嬉しいね。お、来たか？来たか？ん？立ってるか？よいしょ、よいしょ、よっしゃ、よいしょ、よいしょ、よっ、よっ、おも、よっ、うわ、超おめえ、よし、できた、よっ、よっ、いやふぅ、よいしょ、あれ意外と小さかった意外と小さかった、よいしょ、ふぅ、はい、ということで再びねハタ類がヒットしました。こいつは青のめハタかな。なんかすごいね抵抗が、竿の抵抗めっちゃ大きかったんで、もっと大きいかなと思ったんですけど意外とそうでもなかった。スジアラっていう魚はねすごいなんかいろんな配色をしてる魚で、こういうねカラーのスジアラもいるんだけど、尻びれの先端がねスジアラはまっすぐになってるんで、こいつは丸まってるんで、これはスジアラではないですね。てか今気づいたけどこいつ歯すげえ、クエとマクエと同じような歯をしてる。
このイワシ餌取りにね一瞬で食われるかなと思ったけど意外といいかもしれない。よいしょ。来た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 、これ来たでしょ、来たでしょ、これはよっしゃ、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 よっうー、今度は何これ、あれまた同じ、何こいつ、お、なんだこいつ、よいしょ、うわ、はい、ということで再びハタリ連発。こいつは茶色丸旗かな、かっこいい色してるね、めちゃめちゃかっこいい色してる。でなんとですね、口の中にさっき投げてたねカツオの腹もが入ってました。多分周辺に こういうのがねいっぱいいるんやろうね。山崎夏の旗祭り、ルアーも投げています。ちょっとドピカンと投げすぎるな。よいしょ。ちょっと釣り竿の位置変更ってことで、なんか足元にね微妙に根があってでかいのかかった時になんか取れなさそうなんで。だけ釣り竿をね移動しました。怪しいな、この辺り怪しいな、あ、ん、お、なんかかかってる、お、なんかかかってる、お、よいしょ、よいしょ、よいしょ、お、あ、ちょっと、はい、ということで再びハタくんですね。足元で食ってたけどヒットするまでちょっとわからんかった。いやー、根魚多いな本当に。基本ヒットしたら根魚いるよね。ふい、やりました。いっと、オッケー。お、来た。ん？これはかかったか？よし、かかった。いや、イワシマジ釣る。よいしょ。おー、旗。うい、今度も。これも？これも茶色丸旗かな。いいね。こんな旗で釣ったの俺人生で初かもしれない。いや、マジ釣れるな。おっちゃんの言うとった通りやな。ほんまに今日はよく釣れるわ。
ってたのか、これ回収しようとして動かした瞬間に食ったのか。お、赤いぞ赤いぞ赤い、とととと、おおおお、しょよいしょよっと。はい、ということで再びバラハタ。まあね、最初に釣ったやつよりは小ぶりですけど、多分ほとんど餌なくなってる状態で回収しようとした時にリアクションで釣ってきた感じかな。うい、やりました。さあ、ということで今回はですね、この日中のぶっ込み釣りの様子をねお届けしました。そしてね、まあ、いよいよ季節は真夏ということで、まあ、連日ね本当猛暑日で、いや本当日中に釣りしてるだけでねマジで死にそうになるんですけども、まあ、いよいよねこの夜釣りぶっ込み釣り本番ということで、まあ、これからですね引き続き、まあ、いろんなところに行ってですね、まあ、夜釣りでねぶっ込み釣りしたりとか、まあ、他にもね、まあ、いろんな釣りをして、はい、引き続き大物を狙っていきたいなと思います。